喧嘩が映る。キッチョムさん。昔々、キッチョムさんというとても愉快な人がいました。そのキッチョムさんの隣の家の夫婦はいつも喧嘩ばかりしています。大体お前がだな。何よ、私のせいにするの？こんな風に大声を出して怒鳴り合うし、二人して物を投げつけるまで、それは大変な騒ぎです。そこである日のこと、キッチョムさんは隣との間に垣根をこしらえ始めたのです。それをたまたまやってきた庄屋さんが見て言いました。よう、キッチョムさん、一体何をしとるのかね。するとキッチョムさんは、何って見ればわかるでしょう。垣根を作っているんですよ。それはわかるが、なぜ？それはもちろん、隣の夫婦喧嘩がこっちに映らんようにですよ。ああ、この夫婦な。しかし、喧嘩というものは映るものじゃない。だから垣根など作っても無駄じゃ。いや、映りますよ。映らんて。キッチョムさんも庄屋さんもだんだん声が大きくなってきました。だから映らんと言っているだろう。映りますとも、映るもんか、映るとも、映らん、映る。そこでキッチョムさんが言いました。ほら、喧嘩が映ったでしょ？おしまい。